はいどうもじゅんじゅんです。今日も動画見ていただきありがとうございます。ということで今日はファンテックヘリオス GO XD5 紹介していきたいと思います。このチャンネルでは最新のゲーミングデバイス商品のレビュー FPS について動画を上げております。ぜひよろしければチャンネル登録とグッドボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。さあということで今日はねマウスのレビューなんですけども、なんとですねファンテックさんからアリアをね、まあ、以前提供いただきまして、こちらの XD5 またもらっちゃいました。まあめちゃめちゃありがたい。で後ほどさらにですねファンテックさんからありがたいお話をいただいておりまして、ちょっとみんなが喜ぶような企画もね用意しておりますので、まあ、ぜひ最後まで見ていっていただければと思います。でまずこのねマウス、結論から言うとですねコスパと形状めっちゃいい。早速ね開封からスペックの方まで紹介していきたいと思います。さあということでこちらのマウスファンテックヘリオス GO XD5 なんですけども、価格の方がですねまず公式サイトの方で60ドルとなってまして、ちょっと円安でお値段急成長中なわけなんですが、一応日本円に換算すると8000円後半ぐらいのお値段になっております。そしてセンサーの方がピックスアート3370、重量が 72g、RGB 搭載の最大バッテリー寿命が40時間となっております。メインのスイッチには GM8.0 を搭載しておりますと。っていうところでですね付属品なんかも割と多くてですね、まあ、替えのソール、そしてグリップテープ、あとはステッカーとか説明書なんかも同梱されておりました。ということで以上がですね開封からスペック紹介になるんですけども、このマウスコスパがいいというお話をしたんですが、まあ今ですねセール中で11月13日までセールでね、まあ、8000円ぐらいで買えるんですけども、これ先週までハロウィンのセールやってたんですけど、そこで買おうとするとですね半額の30ドルで買えるというところでですね6000円ぐらいで、まあ、一時期買えてたりするんですよ、まあ、もしかしたら年末年始でまたセールかかるかもしれないので、まあ、その時に買おうとしたらねまたこう6、7000円で買える可能性は高いです、まあ、そんな感じで、まあ、シンプルにスペックもいいですしコスパもめちゃめちゃ高い、そんな商品になっております。ということでねまずはビルドクオリティから解説していきましょう。まあ、全体的なきしみたわみとか全く持ってなく穴も一切開いておりません。で思いっきりギュッて押したとしてもですねどっかがキーキー鳴ったりすることもないですし、で振ってもね音は鳴らないですし、ファンテックのマウスってここが取り外しできるものが多くてですね、ここにドングルを格納できるんですけども、取り外し可能なシェルになってるんですが、ここを押したとしても壊れることはないです。で全体的な素材に関しては ABS 樹脂でできておりまして、ちょっとこうサラサラ系の素材が使われてます。質感で言うと最近だとねレーザーのバイパー V2 Pro とかあの辺のサラサラ感には似てるんですけど、バクシーのマウスとかパルサーのマウスとかとはまた違ったねこう質感というかね触り心地にはなってます。以前紹介したアリアとかとはまた違った質感してます。お次重量なんですけども、ちょっとね 72g と最近の軽量マウスと比べるとやっぱ重めになってしまいます。 RGB が搭載されててね、このお尻のここの部分だけが光るんですよ。まあこれはソフトウェアの方でねこう切り替えができるんですけども、まあ、そういうのがあってですねちょっと全体的に少し重めになってます。ただその分シェルがそこまでね薄く設計されてないので、まあ、その分たわみとかもねなくなるのかなとは思います。で重心の位置に関してはセンサーのちょい下ぐらいのとこに重心があるイメージですね。ど真ん中よりもちょい下に指で持ってあげた方がちょうど均衡が保たれる感じはします。少し後ろ寄りな感じがありますね。お次みんなが気になる全体の形状についてお話をしていきます。このマウスはね IE3.0 インテリマウスエクスプローラー 3.0 っていうマウスを模して作ったクローン機になります。 IE3.0 といえばちょっと古いマウスにはなるんですが、まあ多くの方々が使ったマウスになるんですけども、それをね模して作られたマウスになっているんですが、そのままクローン化させたってわけではなくて、ちょっと全体的にキュッと縮めたような小型化させたようなサイズ感になってます。もともとの IE3.0 がですね 132mm とかなり巨大なマウスだったんですけど、これはね 120mm とかなり小型化されて、まあ、M サイズぐらいのマウスになってます。全長 120mm、 幅が 64mm、 高さ 40mm となってまして、
で、おそらくこのねファンテックと同じ価格帯ぐらいで有名なマウス、そうこいつがですね比較対象に上がってくると思うんですよ。値段もね V2 の方が9000円後半、ヘリオス GO の方が8000円後半ぐらいのお値段になってくるので、割とねセンサーも同じだしエルゴ形状だしってとこでね比較対象としてはバッチリだと思うんですけども、まず形状に関してはこっちの方がね自分は断然好みでした。ヘリオス GO に関してはなんとなくこう見てもらったらわかると思うんですけど、くびれがすごいキュッてしてるんですね。まあ、特にこの親指を置く方なんかはすっごいねくびれがキュッてなってるんですけども、ちょうどこのくびれの部分に親指がはまる形、前後でねこう親指を支えてるようなフィット感が生まれて、非常に個人的にはねこの形状好みでした。やっぱエルゴ形状のマウスってどうしても指先のフィット感っていうものが大体どのマウスも薄いんですよ。そんな中でもこのマウスはね形状自体は絶壁なんだけど、このくびれに指が沿うことによってここでフィット感が生まれるっていう、でなおかつこっち側薬指とか小指を置く方もこうやって見てもらったらわかると思うんですけど、このマウスってこの辺からカクッて傾斜がついてるのわかるかなと思うんですけども、ちょっとここまで1センチぐらいは絶壁でできていて、こっからようやく斜めに傾斜がつくんですよね。対してパルサー V2 の方はですね、もう全体的に初っ端から傾斜がついてるんですよね。ここの違いが結構握った時に大きくてですね、こっちのマウスの場合は持った時にハの字型、逆刃じゃなくてハの字型になっちゃってるんで、まあ、指がちょっとずり落ちる感覚というか、まあ、実際には落ちてないんですけども、ちょっとこうハの字の部分でねフィット感が全然生まれないんですよ。ここがねすごい個人的には違和感が大きかったんですが、こっちのマウスに関しては先ほども言った通り、ここはね壁ちょっと絶壁90度ぐらいで作られてるんで、指を当てた時に変にずり落ちる感覚みたいなのがないんですよね。しっかり両サイドからマウスを支えてるっていう感覚があってですね、まあ非常にこの両サイドとも個人的には好みだったんですよね。しっかりとこの部分に指を置くぞっていうのが考えられてる形状になってるんだなと。あとは前側がここちょっと低めになってるのもちょっと特徴で、マウスパッドにね指が近いエルゴマウスになってるんですよ。握った時にねマウスパッドに指が近い方が指先でエイムをしてるっていう感覚が得られて、まあ、個人的にここも好みな部分でした。まあ、V2 と比べてもねちょっとここの高さとかがかなり変わってるのがわかるかなと思います。ということで個人的にはねもう本当提供だからといって忖度なしで、ちゃんとした理由があって V2 よりも個人的には形状はすごい好みでした。お次、持ち方との相性についてお話をしていきます。まずかぶせ持ちなんですけども、ちょっとですね人によってはここですね薬指を置くところがやっぱちょっと低めに作られてるせいでですね少し狭いなって感じる人が多いんじゃないかなと思います。フィット感はねしっかりあるんですけど、やっぱここの薬指の範囲っていうのがちょっと狭いなというふうには感じましたので、ちょっと好みは分かれるかなと思います。ただ形状としては中央にコブが来る中央もっこり型なんで、まあ、かぶせ持ちもしやすい形状にはなってます。ここだけちょっと注意ですね。お次、つかみ持ちなんですが、この3つの中でね一番相性がいいのはやっぱつかみになるかなとは思います。もちろん人によってはね薬指をここに置きますって人はちょっと窮屈に感じるかもしれないんですけど、ちょっとこう余分を持たせてこの辺を握れば別にもう狭いって感じることもないですし、まあ基本的にこのサイドの部分もハの字の部分を持つわけではないので、割とこうつかみやすいのかなとは感じました。お次、ラスト、つまみ持ちに関してはやっぱね正直エルゴ形状とつまみ持ちってそんなに相性が良くなかったりするので、まあ、もちろん好みにもよるんですけど、やっぱこの膨らみの部分にどうしても前側を持たない限りは小指がね干渉しちゃって、ちょっとここに違和感は人によっては感じるかなと思います。お次、メインのマウスのクリックのねスイッチの話をしていきましょう。スイッチには GM8.0 が搭載されているので、比較的少し固めではあるんですが、その分歯切れが良く跳ね返りも強いので、割とこう指切りというか連射系もまあしやすいかなとは思います。クリックの遊びちょっとした余分なとことかは全く持ってないので、まあ、すぐにこうクリックで反応してくれますし、扱いやすい普通の GM8.0 のスイッチって感じですね。
お次サイドボタンなんですけども、ちょっとね形状が特殊でして、少しこう壁埋まり型ではあるんですけども、若干隆起してまして、押す部分だけモコってしてるようなね、ちょっと面白い形状してるので、その点はですね好き嫌い分かれるかなとは思います。まあ、押しにくいとかはないんですけど、少しね特殊です。でスイッチに関しては遊びとかほぼほぼなくですね、すぐカチッってなる感じのスイッチになってます。非常にね押し心地とかは好みでした。あとここのスイッチですね、ここに関してはそんなにクリック感みたいなカチカチ感はないです。なんかねコツコツコツみたいな、そんなにこうカチカチいうタイプのものではなく、あこれにちょっと似てるわ。PS5 のコントローラーのボタンに近いメンブレン的な押し心地。ちょっとね、普通のクリックとは違う感触がありますが、音がうるさいとか全く持ってなくて、まあかなり無音に近いですね。ただまあある程度跳ね返りはあるので、まあ適当にこう回復系のアイテムをここに割り当てたりすることもできます。この辺はね、ソフトウェアで変更することが可能です。実際のクリック音をお聞かせするとこんな感じになってます。であとホイールに関してはそこまでコリコリ感が強いものではなく、結構スルスル系の一ノッチ一ノッチ若干感触はあるんだけども回しやすいようなスイッチになってます。お次センサーの位置なんかですね、基本的にほぼほぼ真ん中ですね。若干親指側に寄ってるかな、数ミリ寄ってるかなって感覚はあるんですけども、これに関してはパルサーのね V2 とかはめっちゃめっちゃ親指の方寄ってたりするんですけども、ヘリオス GO はねそこまでどっちかに寄ってるみたいな感じはないので、左右対称マウスから乗り換えるのも割と感覚狂いにくいかなとは思います。ラストマウスソールのお話をしていこうと思うんですけども、このマウスはね楕円形のソールが4つ四隅についてるんですが、まあ、まず接地面積がねかなり少ないのですごい滑りやすいです。なおかつエッジの処理もねしっかりされてて、引っかかりとかは一切なかったですね。かなり初期ソールとしては結構クオリティの高いものになってますし、替えのねこれと全く同じソールも入ってるんで、かなり良心的かなとは思います。個人的にこのまま替えなくて使えるレベルで、割とデフォルトソールの中では優秀だと思います。ということでラストをまとめていくと、まず形状めちゃめちゃグッドです。もうサイドの形状がね、EC形状よりもすごい好みでしたね。ちゃんとサイドで持ってる感、そしてフィット感っていうのは EC 形状よりもめちゃめちゃ良かったです。なおかつ全体的なビルドクオリティ、きしみとかたわみもないですし、あとはコスパもめちゃめちゃいいと。60ドルは安いよ。今円安じゃなかったらほんと6、7000円で買えてるんだから。まあ、全体的にねこう形状とかはすんごい高評価なんですけども、もちろんねちょっと自分の中ではここ改善してほしいなっていう部分はもちろんあって、やっぱり重量、 RGB、 そしてバッテリー時間、この3つはね非常にちょっと改善が欲しいなっていうところで、やっぱ RGB をね搭載してしまうとどうしても、まあ、2g、まあ、3g ぐらいはね下手したら重くなってしまったりするので、 RGB 搭載してても 60g 台だったらもっと魅力は高いのかなと思いました。あとはやっぱりバッテリー時間がね、ファンテックのマウスは最近ちょっと40時間とか短くなってしまってるのも、もうちょっと長かったらよかったのにな君って感じのねマウスにはなってるかなと思います。やっぱね他のマウスって今80時間が平均ぐらいになってきてるんですけども、それの半分ってなっちゃうとね、やっぱ頻繁に充電を繰り返さなきゃいけないっていうのはデメリットとして大きいかなと思います。まあ、あと人によってはね、正直どうしてもここの薄さがですね好きっていう人もいれば嫌いっていう人もいると思うので、ここに関しては正直好みで分かれてくるかなと思うんですが、ちょっとね人を選んでしまう薄さかなとは思います。ということで以上がですね、まあ良かった点もめっちゃあるけど、ちょっとねやっぱネックになってしまう、重量とかがねネックになってしまうと思うので、その辺はコストとこう欲しい重量とかを考えて購入していただければいいんじゃないかなと思います。ということで以上ですね、ヘリオス GO XD5 紹介させていただきました。ということでここからはラストお知らせの方をしていきましょう。なんとですね、今回この XD5 を紹介するにあたってファンテックさんの方からスイッチを送っていただきまして、ちょっとビニールかぶってて分かりにくいんだけども、ファンテック
アリアをもう1台送ってもらったんですよね。まあ自分はね、以前からファンテックアリアはもうずっと使ってるわけなんですが、今回送ってもらった理由が1個ありまして、なんとファンテックさんから視聴者の方にプレゼント企画しませんかとお話をいただきましてですね、なんと今回ファンテックアリア抽選で1名様にプレゼントします。いやすごいことよこれ。一応ねファンテックアリアのレビュー動画についてはもうすでに動画投稿させていただいておりまして、下の概要欄にね URL 貼っておくので、気になる方、欲しい方はぜひ見に行ってみてください。重量が 61g のピックスアート3395っていうね 26000dpi まで調節可能なモデルになってるんで、もう中身も十分だし、形はレーザーのオロチ V2 っていうのをクローン化させて作った機体なんですけども、めっちゃ持ちやすいんだこれが。個人的にね激推ししているマウスなので、まあぜひねちょっと欲しいなって思った方はプレゼント企画応募してみてください。詳細はねツイッターの方に固定文のとこに多分貼られていると思うんですけども、まあ、ファンテックさんと自分のツイッターのアカウントをフォローしてもらって、リツイートとかいいねしてもらってという形でねやってもらえると抽選で1名様に当たるので、ぜひね新しいマウスに新調したい方、アリア気になってたんだよねって方はね参加していただければ嬉しいなと思います。ぜひぜひご参加の方お待ちしております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったな、今後もこういったゲーミングデバイスの情報欲しいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。